今日はこのラッシングビートっていうゲームを遊んでいきたいと思います。92年、このタイトルは92年に発売されたスーパーファミコン用のアクションゲームです。マリアを救ってくださいプレイヤーはマリアの兄ノートンと兄弟を幼い頃から知り、ノートンの先輩であるビルドの2人を操作できます。ビルドはマリア狙ってんだよノートンは軽い身のこなしを生かして戦い、ビルドはパワーを生かして戦います。ファイナルファイトのさ、シャツとさ、サスペンダーだねなんてね。敵から一定量のダメージを受けると怒りモードになり、一定時間攻撃されてもダメージを。怒りモードってあのあれ、うん、あのほらツインビーじゃなくてなんだっけ、うんうんうん、あのドってやつ、パロデュース、そうそれそれ。一人では苦戦するステージでも協力プレイで進めば敵を倒しやすくなりますが、回復アイテムの数は限られてるんで、どちらが取る方が良いか見極めることが重要です。それ100個もらえるんでしょ？どういうこと？100個もらえるってどういうこと？回復アイテムは100個行ってみよう。喋った。リックノートン、ネオシスコ州警察、そこを動くな。リックノートンだな。そうだが一体何の用だ。お前の妹は我々が預かった。どっちが喋ってたかでも実は黄色と黄緑だった。なんだ時様、一体何のために我々が欲しいの。僕にはあれ同じ色に見えちゃうから。え、黄緑と黄色だけど、どうせなら赤と青とかにすればいいわかる。なんとなく違う色なのかなって。ほらさっき言ったようにね、黄緑と黄色だったって聞いたけど、うん、結構厳しいマリア、マリア、お兄ちゃんスープよ、いや大スープよジーカスのスープ、これで私も一流のルポライターとして認められるわ。改装しちゃったマリア、待っていろ。これであれじゃない、藤原のタッチャーみたいになっちゃうじゃないの。そうだよ、何年目の犯人みたいな。この数年、ここネオシスコではジーカスと呼ばれる新型覚醒剤が、覚醒剤、嘘、密売組織の実態はジョーカルという名前以外謎に包まれ、街は荒廃の一途をたどる。ダグラス・ビルド、ネオシスコ州警察巡査部長。巡査ノートン、アッシモンも一緒に立てましてくれアッシュは君たちが小さい頃から父親代わりのつもりで身を追ってきたんだ。やはり君たちを放っておけんよ。ビルドさん、一言無口だということで、お、オプション VS ってあれじゃない、やり VS はもうこれスト2になっちゃうじゃん。すごいじゃん、夢じゃん。ファイナルファイトでスト2みたいなのができたらさ、絶対楽しいと思わないか。あれだよ、一人ずつやるんで麺をストックっていうのあるかな、スープでスープストックじゃなくて、でもさ、しこたま増やしてやろうと思ったらさ、5が限界だ50の違いじゃ、間違いじゃなくて50の間違いじゃなくて2プレイヒットがあるよ。クニオくんみたいにさ、相手打っちゃうみたいなさ、それはさ、ありにしようよ。ゲじゃあどう、あの怒りモードをするときにどんどんパワーが減っちゃうってこと。あ、怒りモード、あれ、あ、やばくね。あ、だから怒りモードオフっていうのもあるじゃん。でも怒りモードはこのさ、なんていうの、ファイナルファイトみたいなものと差別化を図ってるモードだから、ありにしないといけないじゃない。じゃあ2プレヒットオフで、うん、じゃないとさ、怒るたんびにさ相方が死んじゃう無意識のうちにやっちまったんだみたいになっちゃうじゃんジャンプが B、 何バイアってどれあジャンプが B の人、ノーマルアタックが Y の人、スペシャル、これさ、スペシャルアタックってさ、体力削るやつかな。え、あれ結構さ、微妙だよね、うん。バランスがいいゲームもあるけどね。まあ、そういうことだ。だから体力削ってまで相手の体力も削っちゃう可能性もあるってこと。なんでもほら、2プレイ、そうだね。もしオンだったらね。しかもそれで怒りみたいだったらね。うん、じゃ、とりあえずそんな感じね。で、ストックは50にしてくれても。2プレイヤーズ。あ、頭考えてやんないといけないじゃん。頭考えないといけない。しかなかったら。そうだよ。じゃあ、50あったら考えないといけない。じゃあ、わしこの巡査部長で行くよ。ダグラス。あなたはその、じゃあ、ダグラス。ダブルダグラス。ダブルダグラス。でも
ができるってすごくない？だから色違いで。じゃあちょっと。ルイージ的な。だってルイージもともと緑じゃん。だからダブルルイージだとさ、どうなっちゃうの？今回はこっちでいいや。うん。じゃあプライベートでダブルダブルしよう。暁のストリート。始まったよ。薄かった。ほらもうパンチの速度が違うもん。ほらこれ、この本気の連射聞こえてる？この本気の連射でこの頻度だからね。キックない。え、うん、それだけ。でもさ、あのファイナルファイトは面白い名作だと僕は思ってるんだけど、ファイナルファイト1はスーパーファミコン版2人同時で遊べなかった。え、ほら、じゃあこの記憶はさ捏造ってことね。結構そういう人多いの。でもその記憶は間違ってなくって、アーケードは2人で遊べるし、ファイナルファイトの2、そっちは2人で遊べたの。2をやってた。どこに行けばいいんですか？まだ倒しきってなかったのかな。そう、2、あの女の子と組むやつなんだけど、2を2人で遊んでたのよ。じゃあちょっと A 押してみるよ。ん？あ、これが、え、なんか減ってんだけど、すげえ。え、大丈夫？ちょっと待って、ライフがすげえ減ってんだけど。え、それじゃあ敵でしょ？え、わしだよ。え、同じ名前なんで。え、嘘だ。嘘、本当？下がだって敵でしょ。いや、さっき、まあいいけど、まあいいけどさ、もう一回ボスになったら押してみるよ。で、倒しきってないってよ。じゃあさ、さっさと出てくればいい。死んだ。しかも漢字で死って書いてあった。コーヒーショップもさ、たまったもんじゃないね。ほら、こいつらが出てくるまでさ、中で多分さ、ね、コーヒー飲んでんだろ。ジャッキーチェーンは呼んじゃダメなんだよ。お店が、それブロンクスでさ、お店開いた、開業したらさ、変にジャッキーが倒されちゃうんだから、へへ、すみませんって言ってればさ、翌日からも来なかったかもしれないでさ、ジャッキー倒しちゃうからさ。し、どうよ、ノートン君のさ、使い心地は。足が長い。いいことだよ。それ倒したら肉出てくんじゃねえの？足痛めただけだった？あ、こうか。それはさ、コカ・コーラの。コカ・コーラのコークだよ。ほら、こういう設定だからさ、違う意味もあるじゃん。でもわかんない、コークの入れ物かもしれない。使えないとことばっかりしやがってよ。使えない、使えない、使えないやつが一番面白いんだよ。もうそれ以上は追求しません。なんで今こんな喧嘩してんだっけ。助けに行ってんでしょ。マリアを。巡査部長、普通にさ、町の交通機関使ってるよ。でもさ、巡査部長っていう割にさ、持ってないじゃん、そういうもの。だって申請しないといけないじゃん。あ、逮捕状みたいの。うん、このゲーム面白いね。真ん中のさ、一番目立つとこでさ、コンティニューの回数がさ、デカタカと出てるんだね。うん、もう死ぬのを想定してる。ああ、もうプレイヤーさんに残り見せてるってこと？うん、え、共通で5なん？共通で5なんじゃない？わかんないけど。こういうさ、ファイナルファイトみたいなさ、ゲームセンターで一時90年代なじみ流行ったタイプのゲームでさ、2人で遊ぶとやっぱり面白いよね。1人だとさ、うん、こう黙々とさ、作業的にやっちゃうときはさ、こうやって喋りながらやれるからさ、いいよね。僕が好きだったあのこういう系のゲームっていうと、シンプソンズとタートルズ。でも、え、今あれ、食らわないんだよね。え、ちょっとやって。あ、ナイフ、ナイフさ、それすぐ取り上げちゃうやつじゃないの。一回ナイフどこ。
一回使い使い切り一回ポッキリでした。なんか全然あれだね、 SDGs じゃないね。そう、画面外からさ、殴ってくるとかさ、まあ悪いやつだからしょうがないんだろうけど、あ、B と Y、関係なかった。画面外からさ、その自分の存在を隠して攻撃してくるとかさ、ずるいよ。いつ回復するの？これだからさっきのさ、あのジュースの缶を拾ったりとかするんでしょ？どっかに隠れているであろう。昔さ、電車乗っててさ、こういうほら、電車ってこういう色の椅子じゃん、うん、で、この椅子のさ、背もたれとさ、椅子の間に実は隙間があるって知ってる、うん、そこ、初めてさ、隙間があるって気づいたの。ちょっとさ、覗いてみたんだよね。ゴミみんな入れてんじゃん。今それ言おうと思ったの。めちゃくちゃゴミがなんかガムのあってさ、びっくりしたんだけど。だからさ、そんなところゴミはゴミためにされちゃうような作りにしなきゃいいのにと。あの、分解するからじゃない。あ、なるほどね。シティスタジアム、あ、寿司。好きな寿司ネタを言ってくゲーム。トロタク。マジでトロタク好きだの、うん、それね、みんな好きって言うのよ、周り。でも特にね、あのタクがメイン。マジでタクさ、トロの邪魔しないの？僕トロ、僕トロタクって食べないのよ。トロタクてか存在すら知らなかった。あとね、ネギトロ。でも両方とも高級寿司店にないんだよ。周りに聞くとさ、トロタクが好きって人が結構いてさ、でもそのタクがさ、せっかくのトロを邪魔しないの？タクがうまい。むしろタクが食べたい。じゃあこの後食べよう。それ何、トロタク？サンドイッチ、サンドイッチ。あ、ほとんど。うまいよね。じゃあトロタクで、わし、あの、エビね。え、どっち？ボイル。ボイルの。えなんでよ。なんでよ。もうさ、エビ味に たまにさ、もう具体名言うけど、マルエツさんでさ、全部エビのさ、全部ボイルエビ。そんなの？あの、全部、絶対買わない。全部ボイルエビ。ボイルエビ6缶ぐらいのパック売ってんの、それ最高。もう最高。うまい。それ誰に言ってくれたの？自分。死んだ。嘘だって言ってくれ。勝った暁にはおめえの玉を。え、コンプライアンス。はい、じゃあ僕一個言ったよ。はい、好きな、じゃあ3つ言おう。はい、2つ目、ネギトロ。私は、待て待て、ハマチ言っちゃった、言ってやった、言ってやった、ハマチ。あれ、 I can show you the world。 結構肉体改造したね。ジーニーの力でね。で、それも人の力。ジーニーの力、ジャパンに貸したいからさ。なんか1個ぐらい自分でなんかやったらいい。そのことに、いや、若いから気がつくまでにいろんな人生経験を歩んでいく必要がある。僕だってあれだよ、昔と比べ、昔はもっとクソだったよ。今もクソだと思うけど、昔はもっとクソだった。でもそのもっとが外れるためにはいろんな人生経験を歩んできたからね。あ、でも僕はね、あの、開眼したきっかけ、結構あなたのおかげでっていうものが多いよ。じゃあ、恩着せがましくしよう。恩着せがましく、今、I can show you the world。 ねえ、ちょっと長生きしすぎじゃない？じゃあ今一個例題言いたいんだけど、ね、G… この寿司ネタの3つ目はどうなったのよ。あ、ごめん、今気づいたことがあるの。はい、はい、気づいたこと言ったの。今適当にさ、アラジンっぽいなと思ってさ、茶化して今歌ったじゃん、やつの名前を見たの。アラジンだった？ジーニーだったの。あ、なんか勘違いしてたわ。ごめん、アラジン。ごめん、アラジンじゃなかったわ、ジーニーの方だったわ。パラッパーポーポー、山ちゃんの方だ。パラッパー、そっちだった。で、なんだっけ、そう、開眼した話はどっちどっちで、寿司ネタをまず終わらせよう。二つ目、二つ目でハマチ。
だからこっちもハマチだよ。え、3つ目、うん、うん、ハマチね。わし、おしまい。これ言っていいのか分かんない。これは押し寿司な、押し寿司系になっちゃうんだけど、バッテラ、そう、バッテラ、あの空港のが、そう、空港のが甘いんだよね、うん、てか逆にね、空港以外のはちょっと食べたことない。あれもだからね、なんか語れない、空港のしか知らないから。ベラボーディーマインだよ、バッテラ、空港の。空港で食べるから。じゃ空港で食うんじゃない、空港で買って、空港で買って、フライトで、ね、14時間のフライトに耐えてね。で、あちらに着いてから、あちらの車内で食べる。あ、か、車内は我慢して、家で。家お茶をすすぎた、言いたかったのは、ゆっくり、家みたいな感じで。家みたいな感じで、お茶を、日本茶をすすりながらね。日本から来たのに。あ、じゃあハワイ行ってうどん食べちゃうやつで。のバッテラがもう最高にうまいな。最高にうまいな、バッテラ。でも多分今食べたらそんなに美味しくないんで。いや、うまいんだよ。思い出だ。だって今3つ目言ってんだから、ほら、今も好きだよ、バッテラ。マジで。今食べてない。食べてごらん、今度バッテラ。うまいからな。マス寿司も美味しい。うまいよね。だから そっち系もすごい好きで、うん。うん。っていうね、以上3つでした。納豆巻きも好き。中トロとかさ、うん、ウニとかね、出てくると思うんだけど。うん、でも好きなんで、もちろんね、もちろん好きで。なんだって、納豆巻き、うん、うまいよね、美味しい。あと、カッパ巻きも好き。あとネギトロ巻き。またネギトロ行くの。またネギトロ行っちゃうの。えって、タクタクも出てくる。もうほぼ、ね、ネギトロだから今度食べてみるよ、はい、トロタク。トロタク、え、タタク、もう好きすぎてね、家でもトロタクやってるから。タクの存在感ちょっと強すぎ。いや、だからもうタクがメインだから。マジで。タクを美味しく食べるためのトロ。あ、タクを美味しく食べるためのトロだ。トロ、あ、一つ言っていい、その話で。僕ね、元のタクワン大好きで、もうボリボリかじってたの、うん、親父と一緒に、うん、冷蔵庫にさ、あの切ったやつなくて、あの丸々1本、うんうん、それを2人でさ、丸かじりするのが好きだったの、1本ずつ。で、親父なんかもさ、あの東京来た時にさ、よくあの100円ショップでも最近売ってるじゃない、うん、で、感動して買ってたじゃん。僕知ってんの、あの僕が親父と丸かじりしてた頃のあのタクワン、どこで買っても甘味料は使ってなかったの。これ今さ、選ぶの大変だよ。甘味料絶対使ってんじゃん、うん、あのちょっと高い、まあ、うん、たくあんだったら昔ながらの製法だけど、そう安い巻き機のやつは全部使ってるでしょ。クラロースとかステビアが。だからうちの親父がさ、喜んで100円ショップで買ってたんだけど、うちの親父その辺知らないからさ。でもがっつり使ってるからね、甘味料。そうだから、たくあん大好きなんだけど、スーパーでも結構売ってないんだよね、甘味料を使ってた。もちろん甘味料のその、なんていうの、技術っていう製法が上がってるからって言えると思うよ。昔だって甘味料イコールサッカリンだったからさ、うん、危ない。今いろんな表示があるじゃない。だってシュレッド、ファンタなんかも甘味料になって切り替わってるじゃん、うん、味が変わっちゃった。カルピス系もね。それこそさ、あの大好きだった僕のスコーンって好きなんだけど、うん、スコーンも甘味料だからね。あとドンタコスとかね、うん、ちょっと甘いもんね。うん、とかサワークリームオニオンとかも、うん、プリングルス以外は使ってたりするから、うん、でもあのそういうので育ってないから敏感に感じちゃうのよね。あ、これ使ってるなって。そうだ、トロタクのタクはどうなのかなと思って。あ、でもお店のは分かんない。うちでやってるやつは、うん、作ってるやつはその昔ながらのタクで。あ、なるほどね。だから甘味料タクだとちょっと僕気づいちゃうから、うん、あの食べ終わった後の口の残った味で、うん、すぐ分かっちゃうから、うん、全然味が違うもの。あの昔かじってた頃のタクワンとそういうの使ってる、うん、もちろん近づけてるのは知ってるの分かるんだけど。じゃあ次、海岸の話していい？だ、僕はクソ野郎だったんだけど、昔の方がね。今だいぶそのもっとクソ野郎が普通のクソ野郎にダウングレードできた理由として、 あなたの影響でいろんなのがあるのよ。恩着せしてもらっていいよ。例えばさ、家族で遊園地に行きました、あるいは親しい仲間グループで遊園地に行きました。その時に必ずさ、絶叫ものに乗ろうぜっていう話題になるじゃない。
必ずなるなるなるじゃん。来たんだから来たんだからとね、お金の分をやっぱさ楽しまなきゃっていうのでさ、絶叫物に乗ろうぜってノリになるじゃん、流れにね、うん、でも絶叫物無理なんだけどって人もいるわけじゃない。そうでしょ、無理なんだけどって本当にね。でそこで無理なんだけどっていうのをあまりにも強調しちゃうとさ、なんか空気、場の空気を悪くするみたいなさ、ノリが悪いなとかね、うん、でもあなたはさすごいなんていうの、その辺のさ説得性を持ってた。そのだから具体的に言うと、家族でさ初めてあの海外でさ、例えばスプラッシュマウンテン乗ろうぜってなったわけ、うん、でもあなたはさ嫌だって言ったわけじゃない、怖い。で僕はなんかまだその時もっともっとクソ野郎だったからさ、乗ろうよってね、うん、僕は怖いだろうけど乗ろうよと、せっかくみんな来てんだからっていう考えだったの当時は。でもあなたはほら、なんで楽しいことをしに来てるのに一人だけそんな怖い思いしなきゃいけないのってね、ある意味ではマウントを取んないでよって今の言い方すると、乗れる人はそういう乗れない人の気持ちがわからないわけじゃない。そこで僕は気づいたんだよ、やっぱこれが多様性だなと。先駆け、先駆け、今は絶叫物をね絶対乗りたい。そうそう、だこの話で続きが聞いて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 、そう、あなたも小さかったからね、この話に続きがあって、だから、まあ、あなたのおかげで、いろんな人が世の中にいるんだから、そういうね、弱い立場の人たちの気持ちも理解してあげようっていう心が芽生えたの。それが本当、ちびっこのあなたに教えてもらったわけよ。やった。うん。で、当時乗ったのがそのスプラッシュマウンテン、海外のスプラッシュマウンテンだったんですよ。まだ日本にはスプラッシュマウンテンができていなかったから、まだ、建設途中ぐらいの時期だったのよ。うん、で、海外のスプラッシュマウンテンは、なんと、セーフティーバーがないんです。でも僕らは、最初のスプラッシュマウンテンが、本当にそれだったのよ。セーフティーバーがなくて、じゃあみんなどうすんのって言うと、捕まる。で、突っ張る。そう、足を突っ張るわけですよ。その回復ちょっと取ってて、そのターキー。満タンなのに食ってくる、ノートン。突っ張り、だから足を突っ張らして、グッと、子供も、で、支えるわけよ。で、やってんだよね、そう、子供も。で、向こうの人の体がもともと大きいから、うん、それでいけるから、なのかわかんないけど、とにかく、僕らが最初に乗った、海外のスプラッシュマウンテンは、ただの椅子が、普通に、すごい角度で落下するっていうね。だったのよ。ところがどっこい、日本でさ、自分の仲間や友達と一緒にさ、東京ディズニーランドに行ってスプラッシュマウンテン乗ろうぜみたいな話するんじゃん。中房とかになるね。でもしょうがないから乗ったりするじゃん、うん、我慢して乗るじゃん。あなたはね、きっと乗ったでしょ。僕は乗れたからいいんだけど。そしたらさ、びっくりすることにさ、棒が。なんとセーフティーバーなんていうものがある。だからもうね、余裕のよっちゃんだったんですよ。そう。もう全部乗れるようになった。え、セーフティーバーがあるんだったらもう何でもありじゃんみたいな。だスーパーマリオの状態、だからキノコ食ってスーパーマリオでさ、クラッとミー状態でやるマリオとさ、もうクリボーにちょっと触れただけで死んじゃうマリオとの差があるからね。セーフティーバーだったら話が違うよって なったわけじゃない、うん、あれは驚いたよね。それあなたさ、うん、断固として嫌だっていうね。あと、タワーオブテラーも怖かった。まあ、物が違うからね。この話すると長くなっちゃうからね。一人で待ってた。今回割愛するけど、そうだからあなたのおかげでね、そうやってね目覚めました、ありがとうございました。弱いもののね、気持ちがねに立ってね、考えるっていうのはすごく大事だなって思いました。賢い。あ、ペンキ飲んで、飲んで、飲んで、しない。しないで。最後に、最後に飲みたかった。一口、ジュース。コーラ、ウーロン茶。誰がジュース置いてってくれてんの？え、優しい人。あ、チビリュウ。僕も思った、それは。今の、特に投げのポーズね。ある程度参考にしてるよね。そのカプコンさんのゲームを。ある程度だよ。だってさ、何でもその映画でもさ、昔の映画のさ、その設定を真似たりってあるじゃない？とか音楽でもさ、同じコード進行で曲作ったりね。あとスーパーマンとスターウォーズの音楽の違いが分かんない。同じ人です。同じ人です。それならスーパーマンとインディ・ジョーンズ、てってでーてってでーて、同じ人です。よく気づいたね、同じ人だって。さすがだよね。同じ人です。同じ人だったでしょ？僕大好きで、ジョン・ウィリアムズさんなんだけどね、作曲者。大好き。
のオーケストラに所属してた時さ、自分たちで編曲してスターウォーズ1曲目にした。だからそれがほらなんていうの、さあ開幕だみたいな、うん、演奏会の開幕だみたいにふさわしいじゃん。最初のじゃーんがもう綺麗じゃん、うん、フルオーケストラだから、うん、普段僕らはあの弦楽隊で練習してるんですけど、うん、で管楽器隊は管楽器隊で練習してるので合わせるみたいなね感じしてんだけど、だ出だしがさあれトロンボーンだったかな、それがさコンサート本番さしくるのよ最初ふぃーえトロンボーンは何人一人ぐらいだったら分かんない、2人2人2人ともフィーだったの、うん、ファーンっていう最初始まるじゃん、だけどフィーなんかポップコーンでも食べちゃったんで後でその音源聞かせてあげるよ、あるから、あのダットで録音したから当時ね、ダットデジタルあのオーディオテープね、でそれを CD 化したから、あれとはいえね、そのなんていうの、もともとあるスコアをそのまま使わずね、僕らのその編成に合わせたあの編曲にしたから、でもいなくなっちゃったの、え、スタートしても始まんない、あ、来た、あれちょっと待ってあれあれダブルダブルビルドになっちゃったじゃあ僕がどういう苦労をしてるかがようやく分かるで、弱い者の立場が分かるそうだ、そのセーフティー今もしかしたらいろいろほら変わったかもね、規約が変わってさ、さすがに海外とはいえねセーフティーバーがあると思うよ、でもまあ地域によってさ、ジュラシックパーク、うん、LA の、うん、バーはあったけど隣にすんごいお腹の大きい人が来たからバーが下がりきんなくて、うん、スカスカだった、ほぼ椅子だったよ隣のお腹の滑腹のいい人のお腹に合わさるから、シングルライダーだったの、あ、なるほどね、で入ってきたんだ、でティーネイジャーの女の子2人、うん、細い子、うん、みんな怖がってた、だってその人のお腹にさ一個ずつじゃないから、つっかえちゃってるから、あ、全体だもんね、パーティー一パーティーにワンバーだからね、4人の、うん、5人乗ったのかな、それは面白いね、怖かった、久しぶりに怖かっただから絶対私は乗らないっていうあれの気持ちにまた戻ることできたらねバーがない乗り物なんてってね、そうなのよ、あとあの場所によって違うからね、最初にスプラッシュマウンテンができたアナハイムだったと思うんだけど、うん、アナハイムは縦乗りな、みんな縦に並んで乗る形式、うん、で、ワールドの方が2人横に並ぶ、で日本のディズニーランドは全世界のいい形式を持ってくるわけよ、そこが賢いなと、だから確かオーランドのワールドの仕様を持ってきてるのかな、でも当時バーはなかったからね、それこそだってバーないし、あのほら VHS のさホームビデオカメラが流行ったり、持ったまんまでもいいっていうね、うん、全盛期だったからさ、あの VHS とか VHSC とかね、でっかいやつだったから、カメラマンさんが持ってるやつ、そうカメラでっかいやつをさ、すげえ重量のやつを持ちながらさ乗り物に乗れたからね、問題で今はね、今だったらね、まあ今もひょっとしたらほらスマホでさ隠し撮りしちゃってる人もいるかも、よくほらライドのさ隠し撮りとか YouTube とか流行ったりしてんじゃん、うん、どうやって止められちゃうよね、止められちゃう、気づかれたらあの、うん、モニターで見てるから、うん、画面外からさやってきてるよ、画面外からやってきてるよ、物騒、まだ生きてたのなんか壁ドンしてるコールミーって書いてあるよ、コールミーのさあの曲弾じゃん、うん、あれのさ空耳アワーで久しぶりすごい笑ったの、久しぶりってもう今から8年ぐらい前の空耳アワーなんだけど最近空耳アワーあんまりやんないじゃん、あ、そうなんだ、あの甲高いさ、コールミーのさ、サビの部分がさ、うん、日本語でさ、神になったのにさ、うん、なんか、設定がさ、あれ設定も面白いじゃん、うん、ビデオのさ
なんか冴えない大人の人と、ちびっこがカブトムシのなんかさ取り合いをしてんだかな。でみんなあんな中年がさいいカブトムシが取れるわけがない、子供たちでいいの取っちゃうぜってやってるところ、その中年のおじさんがさとんでもないでかいカブトムシをさ取ってるからさ、子供たちがみんなおじさんに向かって神ってこと、神ってやけよ。あれ、あ、いた、復活、スタートかと思ったら A だった。あ、そうなの、スタートとかじゃなかった、わかんないけど、ねえコンティニューさ3なんだけど、え、これゲームのさどのぐらいまで来てんでしょうか。目安ないから。あとあなたやっぱりノートに戻しとくんじゃない。どうやって戻すの、わかんない、わかんないよそれは。僕もほら適当に選んだらこれになっちゃったから。絶対素早いの強いじゃん、コーディってほらファイナルファイトのシャツも強いじゃん、使い方によって。なんか忍者来たよ、ショウ君出てきたよ。この声誰か似てない？ザンギフ。これジャンプと Y ね、これ強いよ。まずカバーしながら当てられるから。見つけたんだ、全部それじゃん。やかましいゲームになりそうだな。あとなんか怒りモードってよくわかんないね。いつ怒ってんの？わかんない。A を押すとなんか点滅するんだよね。あれが怒りなのかがよくわかんない。なんかすごいパワーが何もしてないのにいるときは何？そうそうそう、それ A ボタン。だ、僕は開幕から半分になった。パワーが開幕から出てきちゃったよ。感情が。強いでしょそれ。強い。なんていうの？さっきからそれしかしてない。いたずらに変わらないみたいなね。ギガンテっていう名前が出てるよ。どっちがギガンテなのかな？ビッグ L とギガンテ。この身長が。これがビッグ L じゃない？いや、ボブでした。ボブでした。あれ？あ、その右側にいるやつね。これがギガンテじゃない？ファイルドライバー、パワーボム。あれ、すごいね。半分。ほんと？こうやってなんか連続でやってたら。そういえば、ダブルドラゴン2超うまかったじゃん？チャイニーズ。チャイニーズもうまかったけど、キーンとか言ってるよ。お、乗れってか。Who's bad?流行ってたから。マジリアルタイムで見たもん、あのプロモーションビデオ、あ、ミュージッククリップで来た時さ、もう感動したもん。でもバッドあたりからね、ちょっと悪く言う人が増えたね。後にバッシングが強くなってったけど、うん、バッドあたりから、だからバッドなのよ。バッドはそういう怒りを、あ、そう、不良って言葉だった。結構その当時のほら葛藤とかを歌に込めたりするよ、うん、あのバッドのアルバムはそういうの多いよ。 Leave me alone とかね、うん、繊細な人だから、うん、そうなの。だって僕もほら足がさちょっと色が違うじゃん、今初めて言うんだけど、これ動画でどんどん年月とともに色が変わってってる。メラニンがね、うん、そうそう、足だけだよ。
トクシックって書いてあるよ。劇薬があるの、そこに毒物が。やばいじゃん、そんなの。がこのなんほら、こういうのってさ、普通なんか給水筒とかなってんじゃないの。でさ、コンティニューの数は大丈夫なのかな、最後まで最後まで遊べるのかな。ナイスナイス。し気が合う。何かを言いたくなるタイミングとさ、その言葉が一致すること多いよね、うん、同じタイミングの同じ言葉よく言うもんね、あの双子じゃないのにさ、うん、だ双子だったらなおさらそれが多いんだろうなって。同じ DNA の配列なんでしょ双子は。金だって。何が金？金的。加藤だって多分そのね、空手着着てるやつが加藤って言うんだと思う。ほら偏見。ちょっと加藤って書いてあるんだよ。加藤って加藤でも加藤は海外では結構有名な名字のトップ10に入ると思う。あ、そうなんだ。うん、昔スーパーヒーローものでよく出てきたから、あのスパイものにもよく出てくるし、でも向こうではケイトって言われてる。あ、ね、台本渡されてさ、うん、英語読みにしちゃうから、うん、だからケイトって言うとみんなあってなるよ。でもまあ時代が結構ね、あれから年月過ぎたから有名な日本人の名字って今大谷へ今だったらね、大谷か鈴木で。鈴木強いじゃん。鈴木一郎だよ。でも一郎が鈴木って名字って知ってる人結構意外と少ないと思うよ。日本人でも少ないんじゃないの。一郎一郎でしょみたいな。父郎ってのもいるよ。そうだね、それ名字じゃない。あ、まあ、まあ神戸、まあ、神戸さんっているからね。レストランとかが多い、うん、日本もほら海外の人の名字でさ、なんかスミスさんとかさ、うん、よく出てくるよね、うん、教科書とかにね。あ、押しちゃった。え、何を。あ、押してなくてそれ出ちゃった。光っちゃってるよ。あ、ほんとだ。これ怒りモード。だ絶対 A ボタン押しちゃダメだね。 A 押すとなんかそれ出ちゃうから。もう減っちゃうんだ。あー、肉をくれ肉をくれ。今からこいつらをさ肉にするのさ。大友くんのように恐竜教室。大友くんはね、でも生き残りたかったんだよ。そうなんだよ、生き残りだったんだよ。悪く言っちゃいけないよね、うん、自分まだ子供なんだよ。自分がその立場になってみないとわからないじゃない。家に帰りたかったんだよ。結局ほら解決方法が見つかんない状態でさ、うん、よく頑張ったよあそこまで。みんな協調性のない子供たちだけでさ、でほらリーダーをリーダー的存在ってさ、いろんな悩みがあるじゃない。みんなもっかくいいんだから。うまくいけなかったらさ、どうしてくれんだって言われちゃうわけじゃない。これがほら、フィアーザ・ウォーキング・デッドのモーガンがそういう立場になったからね、うん、初めてリックのようにリーダー的な存在になった時に、うん、モーガンに言う通りにしたんだけど、次どうしたらいいのみたいな。うまくいかなかったじゃないよって、文句言われて初めてリックの気持ちが分かったっていうね、モーガンが。だってリックもシーズン2のさ、最後そうなったじゃない、うん、自分が望板挟みになってね、望んだわけじゃなくってさ、結果的に自然とリーダー的存在になっちゃって、で誰も引っ張る人がいないから、うん、じゃあこうしようって言ったんだけど、うまくいかなかった時だけさ、みんなでさ、お前のせいだ、十何年もやってきたんだから。神風ってのが出てきたよ。そしてボブ。え、あのボブ？あのボブじゃない？
で、ボブはさ、すごいよね。ちょっとさ、ボコボコになりながらもさ、また違う現場にすぐ駆けつけてくれるんだからさ、それは着替えるよ。風呂入ったら、新しい服着るよ。か、どっかのさ、そういうアパレルブランドと提携しててさ、次これ着てくれないみたいにさ。カルバンクライン。あれ戻ったの、ノートン。戻れた。どうやったか分かんない。ノートンもしばらく抜けてたけど現場に戻ってきたね。服は一緒だけど。ナイス。やべ、なんか発動しちゃってる。例のもう死んじゃうじゃん。ボブ、ミニオンのボブが出てくれたり。お、岩外した。ミニオンのボブ好きだよね。かわいい。ボブが初めて登場したのってあのミニオンズから、オリジナルにはそんなに出てこなかったじゃない。うん、2からかな。あ、そうそうそう、覚えてないな。映画館で見に行ったんだよね、あのミニオンズ。そう、面白かった。今度またやるんでしょ。あ、本当？ミニオンじゃなくてあっちのあの怪盗クルーの若い。あ、そうなんだ。子供の頃のやつ。それは何、子役だった子たちが大きくなっちゃったから子役たちを出さない形で映画化を考えたの。一番このなんていうの、涙を誘ったあのちっちゃい女の子、アグネス。日本の吹き替えはさ、あの方じゃない。人生2回目の。ゴー、ゴーって言う割に、あ、いけるいける。うわっ、リンゴ。こっちもリンゴなの。ほんと？ダブルリンゴ。こぐるっと回ってきてんだ。そんなやばくね。それ、千村健の大丈夫だみたいじゃん。両方同時にリンゴ来ないじゃん。ほんとだ、やばくない、リンゴ。リンゴのその術すごいな。これさ、2プレイヤーのさ、あの攻撃当たるモードにしたらさ、悲惨な目にあってたんじゃないの。もうすぐ死ね。死んだ。時々さ、まだ最後まで倒しきってないけど俺もうやめたってやめちゃう人いるよね。死んだらなんてもう怖いじゃん。死ぬ前に逃げないと。コンティニューにしかないけど大丈夫だな、これ。これ終わりあるの。あるよ、ファミコン初期じゃないんだから。初期で92。ああ、そうだよね、あなたにとってはそうかもしれないね。僕らにとってはこれ次世代だったから。2000年生まれなんだけど。2000年、何その設定。あのね、もう皆さんは知ってんだよ、あの僕のことをね、ミレニアムの時にね、あのお叱りを受けたって。赤ちゃんの頃の記憶があるんだ。あ、そういうことね。今も根に持ってる。この前もだってその話したもん。まだいろんな人に話してる。面白いから。で、当事者の僕もよくその話してるからね。だってほら、もう絶対体験できないわけじゃん、そのミレニアムのさ、その99から2000にさ変わる瞬間ってさ、普通のさ2001年が2002年になるのとちょっと違うわけじゃない。テレビもちょっと違ったもん。そう、ミレニアム問題もあったから。そうそうそう、変わった瞬間パソコンの設定がいかれちゃうっていうね。
ロストラダモス。そうだ、ロストラダモスの大予言ってさ、もうずーっと騒がれたわね。ロストラダモス、ダモス。ロストラダモス。その92年のゲームってことはさ、なんか30年前だからね、すんごいとんでもないことだよね。たとえカビちゃってるこのゲームは初めて遊ぶけどさ、たとえ初めてじゃないゲームにしてもさ、30年ぶりに遊ぶってだったらさ、もうとんでもないことだよね。でもそういうものがあるっていうのがまたちょっと嬉しかったりするけどね、うん、考えられなかったもん、そんな30年ぶりに遊びますブランクがあるものなんで、うん、だ皆さんにとってのその30年前に立ち返ってもらってさ、その時ぶりの何かをやるって考えた時にさ、そのワクワク感、人によってはだよ、生まれてないとかさ、ギリギリさ、うん、生まれてきたとかって30年ぶりにお母さんのお腹から出てきますみたいなさ当時の俺はやれたんだけど今の俺はできるかなみたいな自信ないよ僕は。なぜか頭に浮かんだのがあのジム・キャリーのさ、エースにエースベンチをお任せのあのサイから生まれるやつ、あれ最高だよね。あれ熱くて出てきたってこと？うん、そう、熱くて出てきた、スパイ活動してたんだけど、盗聴してたんだけど、確かに注目されちゃうんだよね、ちょうど出産のシーンよ、神秘的みたいなそうそうそう、グレネード、やったトリートメントしてるかい？あ、ノートン君もそうだよ、黙ってたけどなんか勝手に出ちゃうよね、うん、A で出るのは知ってんだ、でも A を押してなくても1だよ、やばくない？外のほとんどそのピカピカモードこれのせいだよ意図してやってる分だったら分かるんだけどね、勝手になっちゃうみたいなさ、困るよね。どうよ、死んだ？こういうとこ入んない、奥行きはあるんだけどね、奥には行かないんだな。あー、なっちゃった、なっちゃったもうなっちゃったらもうさ、戦うしかないね、強いんでしょ、もったいないから、その分強い、お強いんでしょ、敵なかなかね、画面の中に入ってこないってね向こうのさじ加減だから、あ、忘れてた、これが強いんだって、話に夢中になっちゃった、やべ。結構ね、僕はね、動画の中でさ、自分の好きな3つのね、食べ物っていうのをね、公表しててさ、当てられるかな、あ、でも無理だったもんな、それくださいよ、あ、そう、取り方わかんないんだよね、これわかんない、触れたらいいわけでもないし、そこで Y 押したらいいわけでもないし、いろんなボタン押す、で、そこで A を押しちゃうとピカピカになっちゃうんだよだからダメなんだよ、じゃあ、取りに行くのもいいんだ、でも満タンの時によく取ってくれるんだよね、うん、だからさっきのほら、だから取りに行く力がないんだよ、しゃがむ力がない疲れすぎちゃって疲れてだ、疲れすぎて風呂も入れねえやみたいな、あ、でもね、僕もそれぐらい疲れきった時あったよ、うん、本当にあの、うん、床に落ちた資料をさ取ることができないから疲れた時あったよ本当に本当に2000あれね、2003年度だから2004年のマジでなんかね、あの自分の先輩たちの英語のねプレゼン見てあげたわけよ、で僕も自分の終わってるんだよ、うん、見てあげてたんだけど、それがもうずっとだから夜中就業後に見てあげなきゃいけないからさ、結構23時半とかさ24時ぐらいまでさ、ずっと面倒見、面倒っていうくらいな、偉そうだな、でも素が出たでもあの見てあげてたのよ、それこそ本番さながらにその会議室さ、うん、行ってさ、うん、あのでっかいスクリーンに投影してさ、うん、パワーポイントでね、でそこで僕は会場の席に座ってさ見てあげてさ、
見てあげて。が出た。それ元に戻すのも結構時間かかるんですよ。大会議室だから。で、終わった後にお世話になったから、店員に怒ってあげるよみたいになるわけで、もう早く帰りたいんですよみたいな、こっちはね。家遠いんで。そう、2時間かかったからね、片道。そう。そんなのがな、あの1週間ぐらい続いて、で、本番、寝坊しました。私。寝れなかったの。だって帰ったらもうすぐ、電車乗らなきゃいけない時間だったから。うん、まあ、ちょっとだけそれ動画で言ったことあるんだけどね、2時間後にはまた出社みたいなね、うん、その時さすがにもう床に落ちたものがもう拾えないぐらい疲れちゃってた。いや、わかる、その疲労度はわかる。今いい時代だね。今いい時代、うん、その頃に入った人たちがだんだん上になってって、そうだね、改善したいってなるね、うん、ゲームもそう、昔はさ、ちっちゃな容量でやらなきゃいけないって改善したでもね、それを知らない人はレトロゲーって言うんだよ昔はだってあのちっちゃいテトリスで夢中になってたんだからね、1000円ぐらいね。今は携帯でできるけど。そうだね、みんな持ってたよね、うん、あとあのいろんなテトリス以外のゲームも入ってるからね、うん、たまごっちがちょうどブームでさ、ああいうちっこいゲームが人気あったもんね、うん、パーマンでもみんななんかそういうゲームできてた。ああ、パーマンね、あれはあの80年代、それこそあの任天堂さんもさ、ゲーム&ウォッチってさ、時計なんだよこれはみたいなさ、え、だから学校に持ってっていいの？そうだよ今ダイナマイト食らったらあのピカピカになっちゃったんだけど。あ、マジで？ダイナマイトで怒ったってこと？そうだね、よくも人様に向かってダイナマイト投げるんじゃない。やばくない？コンティニュー1しかないよ。やってけんの？これ何面？これ何面？ディンゴ。これ何面ですか？ディンゴがぐるっと回ってるから。あ、そうなのね。半分だけ顔出してさ、うん、地球一周するんでしょ？外して。でもほら、外して油断させて、あと、あ、行くよ。ああ、怒っちゃった。ディンゴ、早く来てくれ。終われ、終われ。わー、いた、なんか死弾みたいなの垂れたんだけど。マジであれ死弾だったの？あのスパイダーマン3でさ、ピーター・パーカーが調子に乗ってダンスするシーンのダンスかと思った指をピッピッしてる。やりすぎなんで。あともうスパイダーマンちょっとシリーズがちょっともう追いつけなくなっちゃった。なんかクオリティ上がってるんだよ。なんか金玉握り潰された。ダイナマイト掴めるじゃん。 You are the dynamite。 外した。で92年で言うとスマップはさ、テンダラーとかだったから。あれオリジナルスマイル、あれはね94年、僕ラジオっ子で文化放送のあのカウントダウン50っていう有名な番組で新曲で紹介されてたの、オリジナルスマイル。姫ちゃんの、ああ、黄色思いとか、うん、あの辺。あのエンディング曲のさ、世界で一番ブラ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 、あれが入ってるアルバムが分かんないんだよね。あれは入れるのやめたって子供用だから。カトリ君が声やってたんだっけ？そう、なんか狼みたいな、なんだっけ、リーヤ忘れちゃった。
最終回のアスマスマ先週も見た。潰されてる。何もできないね、この間。何もできない。ノートン。じゃあノートで任せよ。ちょっと待って、行かれる。はい、行け。ファイトクラブ、スナッチ来たよ。プロレス技みたいな。コンティニュー1だけど増えたりはしないのかい。なんかさ、10って書いてあるじゃん、画面の上の方に、うん、あれ何なんだろうね。ほんとだ。ステージ4クリア。なんか今初めてそういうの見た気がする。ずっと途切れなかったね。ずっと途切れてない感じがした。お母さんにご飯だよって言われちゃう。お母さんからご飯だよ。あとね、僕塾なんだけど友達と遊んでてさ、なるよ途中でね。もう終わりじゃない？ほら、なんかそれっぽくない？港で大体終わんない？あ、大体ビルだな。大体なんかさ、屋上とかや？偉そうなやつがさ、ビルにいんで。ビルのさ、最上階でさ、座っててさ。カイジもそうじゃん、ビル。じゃあ、タイマンで戦おうぜってさ、やつだけでマシンガン持ったりするんだよ。でもこっちだってさ、一応巡査部長なんだからさ、銃持とうよ。許可がいい。許可がいいの？すいませんって。銃の許可くださいって。もらえなかった。その結果もらってないんだね。部長だって持てるもんだったらさ、持ちたいよ。おじいちゃんに会えるんだったら、僕だって会いたいよ。おじいちゃんは死んだんだよ。誰か来た。子供の頃は全然気づかつかなかったけどさ、頑張れ田淵くんがさ、西田敏行さんだったんだよね。大好き。ほら田淵くん昔から好きじゃん。でも西田さんとして見てなかったじゃない。もっとびっくりしたのは、あのテーマソング頑張れ田淵くん のスターダストレビューで根本かなめさんが歌ってる。西田さんじゃないんだ。西田さんって誰か来た。ファンレター出してる。敵わらわら出てくるんじゃん。ここなんか制定遅れよー。 Go ビッグ L。 やべ、忘れてたよ、これが強いって。角度が難しい。そこまで極めた？ずれちゃう。ブッチーというのが出てきたよ。それは黒ブチメガネだから。友達でいたよ、あだ名がブッチーって人。もう今あだ名はね、ダメなんだよ。あ、そうなんだ。これあだ名はもうやめましょうってなってんだよ。なんて読むの？さん付け。あ、君と僕じゃなくてさん付けね。さん付け、優しい時代になっていくね。うん。だから僕もあなたの影響で結構いろんな話したじゃない、さっき、うん、誰々ちゃんのお母さんっていう風に言ってほしいっていうこだわりがあったじゃない、うん、当時昭和とか平成初期ってさ、まあ今もそうかもしれないけど、うん、〇〇ちゃんのおばちゃんっていうのが普通だったじゃない、うんうん、おばちゃんだけで、ね、偏見とか何も悪口とか言うとじゃなくて、うん、みんながそう言った、みんながそう言ったじゃない。誰々ちゃんのお母さんっていう意味合いで〇〇ちゃんのおばちゃんって言ってた、うん、で僕はそれちょっと違和感はあったの。だからいつも何々ちゃんのお母さんって呼んだの、うん、であなたも同じ価値観があって、やっぱそうだねって思ったの。
や、明らかにおばちゃんなお母さんもいたけど、めっちゃ綺麗だし。合わなくねと。でもほら、子供ってほら、みんながそう呼んでるから、それがルール、うん、そういうもんだと思っていたりするじゃない。だから、うん、悪気なくね、そうしてるっていうのがあるよね。うん、そこはね、理解してるつもり、ノートになっちゃった。赤ジャケ。いいな、赤ジャケ。懐かしいな、マイケルの、ビートイットのさ、初めて出た時、思い出すよ。超使いやすい。しかも腕が長い。足も長いんだ。それ最後じゃない？ラストノートじゃないの？え？今まではなんか頭使わずやってきたと思うんだけど。え、これ頭使わなくていいゲームだって聞いてきたんだけど。なんか喋りながら。喋りながら A をさ連打するっていうね、まあ Y なんだけどさ、そういうね感じでやってきたと思うんだけど。無理な。何？浪費しすぎた？喋りすぎた？そうだよ。あとなんか全然ジュース落ちてない。早くない？死ぬの。これさ、コンティニュー増えたら参加してね。いつ増えるの？わかんねえ。待ってる。待ってるから。なんか一人になったらちょっとレベル下がるのよ。え、そういうせい。でもさ、最初の、あの説明、一、うん、人じゃ厳しいところは仲間と一緒だったら突破できるね、みたいな書いてなかった？なんかそう。でも今さ、一人なんだから。リンキュー。ディンゴー。おディンゴよーしぽーティンキウィンキーピッチーランバー今もやってんの？終わっちゃったのかな？わかんない、でもポーが一番好き。でもほら黄色くて丸いのが一番好き。あのナッシーポー赤だよ。えララが黄色だよ。ララが赤だよ。違うよ、ララが黄色。ララが赤。いやいや、ララが黄色だって。ララが黄色。ポーが、ポーが赤だよ。ポーが赤。ポーが黄色。じゃあさ、ちょっとあなたの、あなた今暇でしょ？ゲームオーバーで。調べて、ポーが黄色なんだから。調べてごらんよ。ララが黄色だから。いや、ポーだってぶつかったんだから。でもさ、でも誰もティンキウィンキーの話しないって。どっちがパープルだっけ？パープルと ララが黄色だから。ララが赤。ララが黄色。ポーが赤。ポーが黄色。今から顔が顔に線が入るよ。マルちゃんみたいに。ポー。ポーが赤。ポーが黄色。ポーが赤。調べてごらん。パンパクポー。赤。言ってごらん。ポーは何色ですか？ポーが赤。じゃあ、ね、好きだったのは何なんだ？グッズも持ってたんだよ。ねとか、もういい年で超えた大人がさ、出てったビーズの色のさ、あれでさ、本気になってんじゃないよ。もうあれね、2回同じ映像を見させられる。あれがね、最初理解できなかったんだけど、だんだん理解してからがさ、赤ちゃんの多分、あれなんだよね。超面白いと思ってさ、うん、同じの2回繰り返すとね、うん、でも、微妙に違う。そう。内容が微妙に変えてんのよ。大人が見ると何同じこと2回やってんの、放送事故かなと思うかもしれないけど、よーく見ると違うんだよね。面白い。あの伝えようとしてるってのがよく分かるの、うん、あの構成は面白かった。油断しないよ。画面外からが一番ずるいからね。僕だってここから隠れてさハローみたいな。ヘライヘライテレタビースイギリスのだっけ。うん、アゲーンアゲーン。太陽の赤ちゃんが笑うんだよ。ゴー。うるさく効果音が出ないんだね。キンゴンキンゴンキンゴンみたいな、あっち行けみたいなさ、うん、だそしたらもう真似になっちゃう。あれはあれ偉大だよね。だからね、あれはね、あれ
すごい足開いちゃいます。ほら。ワイヤーアクション。とにかくね、あの点滅さえしなかったら勝てる。フラウト急に普通の攻撃で、あれ？で、まだ残ってる。そして目標はコンティニュー増やす。サングラスのマークがさ、溜まったらコンティニューがさ。井上陽水。え？え？なんでサングラス？え、ちょっとサングラスのマーク消えちゃうんだけど、あれ何？10個溜まったの。で10になりましたって？倒すと増えるんじゃない？ずるい。ああ、終わった。マイケルになっちゃった。マイケルもあのこうなるからね。あと一人倒すと増えるんだ。あ、研究してくれてる？うん。え、じゃあさ、あれが溜まったらスタンプカード的な。そうだね、500円引きですみたいな。上がれ、コンティニュー増えろ。マジで？しかもまだ次の面じゃねえっていう。長いね。バット、バット、ジャック has a bat and two ballsEDF ポーン。結構バット強いね。ポーン。さ、そうだよね、あんなさ金属ぶん回して。日本だとさ、こういうのパーティションっていう人が多いじゃん、こういうの、うんうん、でも海外ではこれはキュービクルっていうから。こういうね、ついたてはパーティションっていうけど、海外のオフィスってなんかちょっとプライベート感あっていいよね。いいよね。全部が全部じゃないんだろうけど、ネットサーフィンしちゃう。あのアウトプットさえ出してくれたらいいっていう結果さえね、うん、でその結果を出すために最良のパフォーマンスを披露してもらうための環境作りだから。そんなさ、電話のさ応対逐一全部聞かれてるみたいなさ、じゃあパフォーマンス出せた人もいるじゃん。思い当たる節あるでしょ。全部で切った瞬間にね、あのあそこはね、あのあこういう言葉遣いじゃね、ちょっとあれ失礼なんだよとかね。急にみんな黙るんだから電話取ると。あ、分かるよ、ほら会社の代表としてね見られるからね。やべやべやべ、電話応対はね結構得意だった。だってあなたほらやってたじゃん、あの、うん、留守番の声。うん、そう留守番っていうのなんていうの、もう本日の営業終わりましたけど、うん、今も使われてるのそれ。もう使ってる、あれ日付言ってるから。あ、そうかそうか、うん、なんだかけてみたかったのに、あなたのそのよそゆき。真面目な声。真面目なよそゆきの。ちゃんとレコーディングしたんだ。レコーディングブースでやったでしょ。ツバの音とかも入るから嫌だった。ぬちゃ1回目ぬちゃ結構入るんですねと思って。歌手の方もきっと抜いてるんでしょ、あの音は歌い始める場合にさ、ぬちゃ大きなのっぽのぬちゃフルドケイニチおじいさんのピチョドケイ。なんかやだ。特にピチョ。天国へのホルモン。だってこれあれだよ、大野くんのバージョン。剣開いてもなく大野くんと杉山くんのバージョンだからね。杉山くんのバージョンだからね。何を誤解されたのか分かんないけど。あっちの方じゃない、あっちじゃなくって当然さ、ちびまる子ちゃんのあの名作の方だよ。おじいさん。杉山くんが結構うまかったんだよね。実はね。やらせてみたら。実はね。声もなんか。声が出ない。杉山くん見たらね、
初詣の時にさ、ジョギングしながらね、シュシュシュってさ、シャドーボクシングしながら歩く、あれがね、当時の男子、まあ、僕は当時じゃないけど、あの小学生男子あるあるで面白い。よくやってるみんなあれ。終わり Go。 お肉、今日のテーマはチキン。そんなんだった。そうだよ。あとね、もう一個モノマネしたけど、同じ人だよ。同じ人がね、今のはある番組のその人ね、うん、これはまた違う番組に出演した時のモノマネね。ミカ似てない？似てるでしょ。わかった？すぐわかった？2回目のは古畑君でしょ。そうそう、あれ振り返ればやつがいるにも出てる設定の先生だから。え、同じ三谷幸喜さんだから、振り返ればやつがいる。じゃあ殺人者になっちゃったじゃん。そうそうそう、いいの、うん、いいの見てたでしょ。食堂車行って、うん、最初のセリフが確かさ、あ、最初じゃないか、あのやった後か、最初頼むよみたいなやつだね、うん、彼女のお父さん病院持ってないんだわみたいなやつね。記者みたいな人なんだろう。そう、記者っていうか、そういうなんか周辺のね、うん、調査をする人ね。毛利さんも結構そういうのやってんだよ。毛利小五郎探偵さんだもんね、うん、探偵さん。スリック。し。カーン。青いページが。もうファイナルファイトでさ、青いゲージとか緑のゲージ見るとさ、もうゾッとする。何周もやんなきゃいけないんだね。うん、変ね。あ、でもファイナルファイトでもそうだったよな。やれどもやれども、色がでも変わってるね。やれどもやれども変ねみたいなさ。バレリーナダンスをした後を狙う。リトルダンサー、ビリー・エリオット。今のは予想外だったろう。自分も予想外だったからさ。たまたま出た。そんな芸当ができたのか。みどりちゃん、ちびまる子ちゃん、ちびまる子ちゃん、そう、あ、遠い親戚なんだって。みどりちゃんって言ったら、なぜかゲームボーイのじゃんけんのゲームを出すわ。今絵を知ってんだけど、結構いいよ。必殺技ってこと？サングラス使う。もうないよ。あれみたいだね、エルム街の悪夢でさ、フレディにやられちゃってさ、友達が取り込まれた友達が助けてくれてるみたいな。具体的に N 無害の悪夢4ね。でもさ、寝たらやられるってさ、最強だと思う。最強だよ。だって寝るじゃんみんな、うん、4映画館見に行ったから。年齢的に大丈夫だったかどうか分かんないけど、チケットは発見されたから OK。 今だったらダメだよ。厳しいんだから。あれ、どうしたの？疲れた。でもしコンディニー増えたら、ちょっと A 使ってごらん。勘違いしてたわ、点滅するあれだと思ってたよ、 A を。たまたまタイミングが重なっちゃっただけなのかもしれない。
何色まで持ってんの君のその色鉛筆のあれは。クーピーも好きだけど。クーピーすぐ折れちゃうけど。クーピールーピーって言いますよ。持ってたね、ルーピー。あれディスカウントで買ったの？あれトコス言っちゃったちなみにあなたのあのちびまる子ちゃんのゲームボーイのじゃんけんのゲームもトコス。トコスしか買うとこなかった。そうだね。あとね、ゲームボーイのセレクションっていうゲームもトポス。トポスを披露していく回。あとね、ドラゴンボール Z の、ね、中で人造人間のゲームもトポス。トポスって他にどこにあんの？もう本気だよ。初めからこのぐらい本気でやればよかった。そう、神経入れてやればよかった。あれだね、中学生みたいな。もう期末みたいな。危ない。バレリーナ藤子さん。長いよ。あため息ばっかりラケットが当たっちゃう。あ、いろいろイラスト描いてくれてありがとう。うん、そっか、手書きだもんね、全部ね、うん、普通はさ、今の時代だとさ、使うじゃん、そういうタブレットみたいなのにさ、うん、昔ながらの。でも、色がすごくよく出てたよ。あれ、何で書いたの？え、コピック。あ、なるほどね、すごい色が、なんて、ふさふさしてるなと思って。ふさふさっていうのはなんか、油絵みたいな。それを私の方でちょっと取り込んでデジタル化したい。ボツったやつもいっぱいある。あ、そうなの？それちょうだいしょ、ちょうだいよ、そのボツったやつ。それボツったやつマジでそれ初耳だな。ボツったやつちょうだい。何個かある。ちょうだいっていうのはあれだけど買い取るよ、それボツったやつじゃこいつ倒したらボツったやつちょうだい。倒すんだどう。やったー、ボツってやつ、ボツってやつ、ボツってやつ。皆さん、ボツってやついただけるそうです。決戦ジョーカル研究所ラストじゃね。で、ね、コンティニューできるんでしょ。そうだよ、みんな僕が遊ぶとこなんかどうでもいいと思ってるはずだよ。あ、でも回復した。そりゃそうだよね、ちょっと休憩入れてからさ、行こうよ。こっちも回復はこっちもさ、ヘルメットしていこうよだいぶ違うと思うよ。でも巡査部長いなくてさ、一般市民になってんだよ。そうだよ。ラスボスなんかはひょっとしたらさ、さっきのボスのさ倍ぐらいあるかもしれないよ。耐久力。一番懸念してんのはさ、肉弾戦じゃなくってさ、マシンガンみたいなのをさ遠くからさチクチク撃ってくるようなやつだったら発狂する。枯れそうなの？違うの？まあここにあるもんね、灰皿っぽいのはね違う、だからこれは喫煙所なのに、ここは灰皿だけど、これは普通に部屋じゃない。92年ってさ、まず分煙じゃないからね。そう、飛行機もあれなんだよ。だからあの、出発するときはノースモーキングのランプがね、うん、点灯して吸う人いない。ベルトと一緒にね、うん、でも落ち着いちゃったらさ、吸い放題だったからね。無事の後とかね、うん、だからすごかったよ、もっくもくだったよ。とか今ノンストップが当たり前だけど、当時は給油のために、うん、給油のために降ろされるっていうのも経験のない人が多いんじゃない？
全然あのなんていうリンゴとか落ちてない。もうさ、やつらのさ喉仏噛みちぎって食って栄養にしてよ。大友くん、大友くんじゃ焼いてたの。違うよ、今のはニックだから。ボブの足、ボブ、あ、ボブの足じゃない、そいつらはターミナスの連中、うん、ターミナスからみんなバラバラになったと、うん、そんな、その喉かきって食べるシーンになったっ。あの、カールがちょっと変な男にやられそうになった時に覚醒したんだよ、リックが。カールを守るためにね。その時にそのリーダーの喉を噛み切った。もう生きるか死ぬかの瀬戸際のところでアレキサンドリアに到達するっていうね。あれ？ジーニーじゃね？ちょっと待って、こっからさ、過去の連中が出てくるの？メモリアル。もうなんかアラジンのさ、ギャグでさ、盛り上がってた頃が遠い過去に感じるよ。大事に過ごせばよかった。ジーニー、3つの願い叶えて。もうね。今すぐ死んで。それが100期ね。あれ、ヤーマン、マーボーの天気予報ってやってんだっけ？わかんない。うちの親父が、あの、確か同級生じゃなかったっけ。ヤンマーは違うかもしんない。エースコックがそうだ。学校が、クラスが、ね、クラスが。エースコックって言うとあれか、ブッタキームだよね。スーパーカップとかじゃなくて。よし。がっつり系で。うん、がっつり系。宙を舞う、宙を舞う、取るな。取るな、宙を舞う、いいんじゃない。さあす、さあす。あー、点滅。消えた、やった、終わり。イエス。で、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。よくはねえけど、いいじゃね。生きてること大事だよ。あの、コンティニューは、あわよくばコンティニューください。一人でやってもさ、面白く、正直面白くない。ここまで来たらくれないよ。どうなの、こういうのぶっ壊したら出てこない。宙を舞う、宙を舞う、ロングレッグマンまで生きてんの。よし。あれ、逃走中が深夜の頃だっけ。ゴールデンタイムに来たんだっけ。うん、そうだね。深夜時代はね、クロノスって番組なんだっけ。だから逃走中っていうのはそのクロノスの中のワンコーナーで、他にもあ、なんかあの脱出ゲームみたいに密室に入れられてそこから脱出する術を探すみたいなのがあったりね。それは一人でやるんだ。渋谷とかの公衆電話みたいな。そうだ、昔は普通に渋谷で走り回ってたからね、うん、僕がね、記憶に残ってる逃走中はね、あの、確かお台場だったと思うんだ。なんかモールみたいなとこ。そうそう、お台場のモールね。そこで河合俊一さんがね、トイレに逃げ込むんだよね。しかもね、授乳室だ、なんかあれ。そう、授乳室みたいな、多目的トイレか授乳室に逃げ込んでたんだよね。あれ、ありなの。千秋もやってなかった。千秋さんはスコップを持参してきてて、穴を掘ってそこに、え、スコップで穴を掘ってそこに隠れ続ける。いいんだ、うん、当時は別に逃げ切ればいいっていうね、うん、今だったらちょっと問題があるかもしれないけど。でもさ、そういうのダメだったらあらかじめ言ってもらいたいっていうのは演者さんの気持ちじゃない、うん、まあ途中でさすがにね、あの、飛び出してたけどね、うん、トイレからで飛び出した瞬間捕まってたけど。じゃあやっぱいた方がよかった。そうだ、そうそうそう。これ持っていくんだ、くらい。船、あの、ショーっていうやつは理解してんの。僕はずっとこのゼロの状態で頑張ってるとこ理解してる。理解してないだろうね。
プログラムだから。AI。AI。ハーレー・ジョエル・オスメント。あれは、ハーレー君が AI なんだ。うん。そう。ハーレー君、あれキングダムハーツ海外版だと空やってるからね。声だっけ？うん、結構いいよ。ハーレー君流行ってたから。ハーレー君の代表作って言ったらやっぱセイウチになっちゃうやつだよね。ハーレー君はセイウチにならないよ。そのポッドキャスト仲間ねとして登場するんだけど、その被害者に会うね、被害者の ポッドキャスト仲間で。代表作はあれだったんだけど。何よ、あれじゃないの。あれはでもさ、ブルースさんの代表作。正打ちになにされちゃう男のあのホラーじゃないの。タスク、ジョニーデップの娘さんも出演されてるやつ。あれ見てみたいんだけど、ペイフォワード。あ、見たことないの。なあ、本当。ヘレン・ハントだったっけなと。ちょっといろいろね、訴訟が起きてるケビン・スペーシーの3人が出てるやつ。いいことをしてるんだよってやつね、うん、それが未来に。そう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 。99年か2000年頃の映画じゃなかったっけ、うん、見れんよ。アーノルド。もうヒヤヒヤするから、アーノルドなんて名前を聞くとこういう系のゲームで。タンクトップ。アーノルドとかさ流行ってたから。流行ってたね、ちょうど本当に人気になってた頃だからね、うん、キンダーガーデンコップとかトータルリコールとかね。昔ああいうさ寝巻きのズボン履いてなかった。どれこれ。ピンクの。うん、履いてた。よし、し大丈夫、あとです逮捕状とかいっぱい来ないこれ。本当に死なの。本当にだって書いてあるじゃん、死だったら結構やばい。結構やばい、何人殺してんのこれ。でもほら、現実世界とはさ、ルールが国が変わればさ、法も変わるからさ。そんな、でウォーキない、ウォーキングデッドだってさ、別に殺人もあるもんね。設定がほら、海外のなんちゃらシスコとか使っちゃってるからね、現実世界の法と照らし合わせてしまうんだけど。水中ゴーグル。ブッチーだからさ、黒ブッチーなのかなって思ったんだけど、水泳のあのゴーグルにも見えるよ。初めて水泳ゴーグルをさ買ってもらってつけた時の感動よ。こんなに水の中が見えるんだって。それからもう欠かせない、うん、欠かせなくなったなゴーグルは。変なの買うとさ、水が入ってきちゃう。そうだね。水泳教室とかね、通っていればね、ゴーグルの良さに早々と気がつくことはできたんでしょうけど、うん、習い事っつうものね、そんなにやってたわけじゃないからね。でも水泳流行ってたよ。流行ってた。みんなやってた。ほんと、そのみんなっていうのは大げさじゃなく、ほんとにみんな。クラスの大半が。大半がやってた。掛け持ちで、ほら、1個だけじゃなかったですよね、うんうん。帽子の色が何色になったとか喋ってた。本当に流行ってたよね、うん、だびっくりしたもん、プールの授業の時にさ、みんなそんなになんだ泳げなんだ泳げんのみたいなさ。でも水泳大事で、泳げた方が楽しいもんだ。GO!
なんかいるよ、たわけが。バルログ。ひょー。思い出した、そのバルログの規制、叫び声、うん、どう聞こえるかで超喧嘩になったことある。くだらな。どう聞こえるあれ。もう覚えてない？覚えてない。その技出してくるとかあるじゃん、金網にさ、登って落ちて登って、でそこでひょーって言うのよ、うん、僕の友達はひょーとは聞こえない、全然違う音で言ってた。あのバルログがボスなのじゃないの？過去出てきてるよね。足怪我してるバルログ、うん、過去の怪我じゃない、一回やってるもん。どの面か覚えてないけど飛んできた。子供のうちはさ、結構くだらない理由で喧嘩するものだよ。どう聞こえるかみたいな、さっきの例もあれだけど、例えばあのスターフォックスってあるじゃん、うん、スターフォックスってさ、ゲーム始めるときにね、その館長の犬がいるのよ、うん、でスタート押すとさ、グッドラックって言うのよ、うん、それがグッドラックなのか他の言葉なのかで揉めたことあるよ。え、他の言葉のパターンなんてあるの？逆に。いやでも揉めるなよ、グッドラックが正解かどうかも分かんないよ、うん、でもほらスーパーハイコンの頃の音源でほらちょっとボソボソしてるから、そうそうそう、はっきりしてないじゃない。だって悠々白書のゲーム大好きでさあ、音割れてるからでしょ、取り込んでてすごいなと思うんだけど、クラーマのさ、風化演武人がさ、うん、そう聞こえない瞬間あるんじゃない、うん、あなただって聖火インド人って言ったっけ言ってた。それ今の指大丈夫？一応人差し指だよ。だんだん遠目に見てたらソニックが見えてきた。みんなプロレス技なんだ。減った減った。ここは君と二人の世界。よし、すごい一発で色が変わる。あぶね、よし生きてる。変わんないね、色ね。だからこれ蹴りじゃダメなんだよこれを。買わなかった？お父さんの工具箱から取り出してきたのさ。バグってんじゃない？そんなことないよ。でもファイナルファイトでこう言って聞いたよ。赤くなった。あ、時間差なのね。それからゼルダみたいにある剣を使わないとダメ。動画の中でその話したこと、動画っていうか雑談でその話したことは、あなたが一生懸命さ、何時間もやった。最後のガノンさん、ガノンドルフだっけ名前、時のオカリナね、あなたが一番好きなゼルダのシリーズで、一番攻撃力の高い剣をね選んでね、ラストボスとの戦いに挑んだんですが、そこで2時間ぐらい戦ったよね。地獄を見たということで倒したよ。まだあるの？なんか出してくださいジュース。葉っぱ。ダメだった。あ、期待。え、よし、ジェケーン。ミカ。
伝説のね、2時間バトル。しかもその前にもっと事件があったの覚えてます？あなたにイラストに描いてもらったけど、猫リセットね、うん、私がたまたま気づいてさダメだよっつってさ、でもよくできてるさ、機械でさ、任天堂、ずっと押しとけんで、そう、任天堂64はさ、押したらリセットじゃなくてさ、離したらリセット、そう、助かったね、そういう仕様でね。猫ってそういうことするから、その間、あなたが2時間ぐらい戦ってる間ずっとリセット押してるからね、私だから忘れられない思い出になってんだよね、ミレニアム、うん、結局それ疲れちゃってやめちゃって、で普通にマスターソードみたいなの使ったら倒せたんだよね、うん、時間もそんなにかからずね、攻略本とか読めばよかった。でもあの時ほら、パソコン使ってさ、タランチュラみたいなさ、変なの集めないといけないじゃん、うん、あれは調べたよね、ネットのリングショットで撮るんだよ、そう、フックショットね、あ、フックショット、ダイヤルアップモデムつないでピーファー変えちゃう、キョホンキョホンキョホンみたいな、え、またあれ、お前同じやつ、これがラストボスぽいよ、強かった、カーン強かったもんね、頼む、ボスだって言ってくれ、あらすじのところにさ、ボスの名前書いてあったっけ、まるまるがマリアをさらったみたいでさカーンだったっけカーンじゃないかもじゃあバーンかなあとガーンガーンかも、ガーンの心の力よし、なんかさ光るんだよね、これもしかしたら動画上反映されてないかもしれないんですけど、フレーム数の問題でね、でも点滅して攻撃を当てられない瞬間が、半透明なの、僕アクションゲームでさ、食らうとさ、自分がああいう状態になってその間は敵に当たんないみたいなのあるじゃん、ね、それがこいつがそれができるっていうね、多分動画上フレーム数の関係でね反映されてないと思うんだけど、よし黄色、でもファイナルファイトの黄色とは違うからね、まだあったよね、もうあと別の色があるね、あめ、A ボタンを活用してます、こっちのライフ減ってないでしょ、 A 使っても減ってない、でもなんかあのマークは減ったよね、サングラス、うん、あなたが井上陽水とか言ってるやつ本当にあれ言ってんの、モノマネの人がそう、デフォルトにしちゃったんじゃない、そういうのあるよね、モノマネの人がデフォルトにしちゃうってね、うん、だって僕武田鉄矢さんがそんなに何ですかっていうイメージないからね、くにちゃんが流行らせたけど、山田のくにちゃんが、今 A で避けたんだよ、超神経使うね
変わる？オレンジ、オレンジ、オレンジ。よし、変われ。変わったんじゃない？点滅中です。反映されてないと思うんですが、動画上今点ほら点滅スケスケ点滅中。ずるくない？だから待たなきゃいけないのよ。待たなきゃいけないのよ点滅。しかも結構長いことスケスケじゃん。そうだよ。スケスケ待ちだもん今。こんなスケスケでさよくさ発売し。それは関係ないんじゃない？出た辛口。なんか話が何か途中になってた気がするんだけど、なんかさ好きな食べ物3つみたいな話してなかった途中で、ずいぶん前だけど。してた。寿司でしょ。正解。残り2つ。チャイニーズ。あーでもほらそれはジャンルじゃん。フカヒレスープ。それ言っちゃった？しかも偽物のやつね。うん。なんかのね動画の中で喋ったことがあってね、好きなんだよってね。はい残り。まあ、嫌いじゃないよ。じゃあその3つね。正解を言うとお寿司は正解。うん。なんで残りの2つの正解から言うよ。うん、正解は天ぷらと。ああ。すき焼き。天ぷらね。そう、それが正解なんですが、途中言ってもらったピッツァに関して言うと、好きな食べ物3つの裏メニューっていうのを作るとしたら、うん、ハンバーガー、ホットドッグ、ピッツァなんだよね。全部同じ味。あ、違う違う、同じ味じゃない、高校生や。社会人向けに言うにはお寿司、天ぷら、すき焼き、うん、で、本当に仲のいい間柄ではハンバーガー、ホットドッグ、ピッツァ。ちょっと言いづらいもん。子供じた。お、最高。やれる。え、どうした？回復していた。どうしたどうした？し、クリアした？チキン？寿司？寿司、卵と赤身？マグロ。マグロはレッツだか。超面白かったね。J リーグをなんだっけ10倍楽しく見る方法だっけな。あれだよね、カウントダウン TV とかの後のあのダイヤモンドシアター。映画の時間だよね、枠だよね。あれ田淵くん書いてましたよ。だから面白いんだ。カウンターン TV が終わっちゃったから、もう流行りの音楽が。何？ライブライブライブはやってるよ。その番組は知らない。え、知らない、うん、カウントダウン TV はもう終わってライブライブライブっていうライブ番組になったんだよ。昔土曜日のあの時間本当に楽しみだったよ。ランク王国とともにゲストライブだけになって、それがライブ、あの生放送になった。そうなんだ。ミュージックステージ。やった、チョコジャンボジーじゃん。うん、じゃあ半分くしよう。いや、もう一個あるから。拍手してるよ、ここまで。じゃあ、寿司握り。じゃあ、さっきの寿司を。あ、違う、恋するフォーチュンクッキー。おにぎりダンス。しかも、ぐっちり。
これボスじゃね。マジ？この金タルクってやつ？うん。色はだって。ボ。あ、でもほら、ベガ。鉄腕アトム。ベガーだよね。口からなんか生えてくるよ。ワギャンランドだね。あれ、わって言ってんだっけ？そう、わって言ってたあれ。わとかギャーとか言ってて、あれ面白いよね。うん、赤になったね。青だ。なんかマイク体操みたいな顔してるね。嘘。アイコンが。どのアイコンが？こいつ。ヘリだ。あれに乗るともう？乗らないと奥に行けないの。よし。時間だけが過ぎていく。こいつは透けないんだ。今までのボスは何だったの？小物。課長部長。課長部長。主任部課長部長。そうそうそう。グループリーダー。本部長。もう飛びまくり。こうも本気。最近でも何回かやっちゃったんだけど、ララポート横浜行くのに、ララポート横浜って入れると畑の真ん中に連れてかれんのよ。嘘。で、裏技じゃないけど、ララポートに入ってる店舗を目的地にするとちゃんと着くの。隠しアイテムとかあったらいいのにな。あぶね。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。よし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 。よし、やった。しクリア。エンディング。エンディング。マリアはどこだ。白状しろ。もうやめて、お兄ちゃん。おじさま。まさか。マリア一体どうして。お兄ちゃん、この人は私の婚約者なの。言おうと思った。この人は私たちのお父さん。なんだってこいつが。どれがお父さん。君たちの金タク。父さん、一体どうして。どれ。ジーカスはもともと肉体のパワーを最大まで引き出すために私が開発した。しかしそれは格闘家としての私を闇の世界へ導くものでもあった。私がジョーカルを結成したのはこの世界へ闇に帰るため。私はそうして生きるより他になかった。リック、強くなったな。しかしお前は決して闇の世界に見入られてはならん。失うも似てないな。でもリックは将来ああなるんだ。遺伝子には逆らえない。父さん、俺髪の毛もふさふさだけど。
だんだんでも頭あれおでこ長い系だんだん おでこがないように感じられてきた安らかに眠れお前の意志は決してえ死んじゃったのお父さんリックの心の中でいつまでもでもさ忍者龍剣伝とかではさ終わり終わったようだってことで喜んでいいのこれあ似顔絵だパニックユーマあまさかこういう時代はさ偽名なんだよねあだ名なんだよあだ名黒猫小原とかさ小原さん出てきたよねあのバルドグ系の敵でうん確か小原じゃなかったパパ関谷なんか人生ゲームみたいなねドラゴン白戸ヒュー喜んでいいのこれ喜んでいいのそれとも難易度がさなんか最高難易度じゃないとさお父さんの本当のお父さんを見せる忍者龍剣伝がそうだからさお父さんじゃあバッドエンディングなのわかんないお父さんの本当のお父さんを見せてやるみたいなのがあるじゃんじゃあさコミュニケーション不足ってことパンチね今だったらさ LINE でさどこにいんのって今お父さんと一緒だよみたいになるじゃんだって誘拐だじゃなかったってことでしょじゃあさ死んでった人たちはさ数々の死ってえ、後で逮捕状起きちゃうの足の仕事もう200人ぐらいユースレスクラ役立たず当時はこういうねあだ名を使ったんでねスペシャルサンクストゥシンシアランジークレフグルーブチューブ鼻血どこに書いてある鼻血出てたあ、そういうことねスペシャルサンクスローリング兄弟は青木コーディそしてポップコーン加藤じゃあパップコーンねPOP パップアンドジャレコオールスタッフラッシングビートなんだこの野郎ジャレコどうでしたまあやっぱ最初にね半分以上活躍できてくれてそうなんだよ最初に言ったけど黙々と一人だとやっちゃうわけ。まあ、黙々というよりかも喋ってたけれども、あなたが隣にいるおかげでね。でも。チョコちゃんももなく一個食べた。そう。あの、皆さんには見えてないけど、途中私、冷凍庫を開けてチョコちゃんももなく渡してるところがあります。それ、どうこだったか。じゃあ、名前入れましょう。何にしようかな。じゃあ、加藤にしよう。ね。なんでね、よく言えばね、最後まで2人でいたかったんだけどね、私、でも一応責任ね、ちゃんと果たしたから、もう最後、本当に神経をね、研ぎ澄ましてね、頑張ったよ。ちょっと老けた。はい、ちょっと老けた。5番目にいます。そして、あとで、あれが何を意味をしてるのか調べよう。おじさんじゃれこ全く意味分かってなかったからねあの表示が何なのかとかボタンもさあのオプションのところでさ、うん、なんだっけ YBA をしたけど、うん、A の秘密も何もね分かってなかったしねだってそこを動くなとかってさ言ってんだよどういうこと何のようだちょっと待ってどこでコミュニケーションの返りが生まれたのかじゃあ壮大なドッキリだったねなんだと貴様もう喧嘩越しだもんね最初でも向こう銃を向けてるからさあれライターね妹が預けたライターテープを持って何テープ明日の朝ビデオテープシティへあのテープがあるとマリアお兄ちゃんスープよジーカスの取引現場を捉えたのジーカスはお父さんだあってろ、助けてやる早とちりしかも数年かけてえ数年間も囚われそれもうお父さんと生活してたんじゃないのつまりコミュニケーション不足ってでも我々もさ場合によっちゃさ
半年ぐらいさ、お父さんと連絡取んないとかあったからさ、うん、人のことやらない、この時代だから、そうね、今みたいにさ、何してるみたいなさ、既読とかね、だからそういう時代で生まれてないからさ、今 LINE とかでさ、漢字一文字とかさ、びっくりするよね、うん、とかさ、了解が了とかさ、びっくりするよね、ま、あと、ま、いいのと思っちゃうもんね、我々文章にしちゃうじゃん、うん、まあ、長くなっちゃう、長くなっちゃうじゃん、で今はさ、一言じゃん、そうよ、はい、ありがとうございました、楽しかった。ラッシングビー